新しい時代を切り開くのは深い教養のある聡明な女性リーダーである都の創立者の精神のもとスタートした創価女子短期大学。本学では建学の指針に基づき一人一人の夢と可能性を大切にした実践的な専門教育を行っています。創価女子短期大学は女性女子ということと2年間ということが一つの四大との大きな違いかもしれません。創造的人間を育成するという意味では全く同じですが、中でも女性が持っている特質、命を育んでいく、平和を愛する、調和を求める、そうした女性の本念的な知恵を開発しながら女性リーダーとしてこれからの社会の変革を支えていける、そうした女性を育てていきたい、こんなふうに思っております。創価女子短期大学では2018年4月よりグローバル社会で必要とされる人材を育む国際ビジネス学科がスタートしました。ビジネスの知識とスキルだけではなく、実践的な英語力を身につけることができます。また1年次前期から基礎ゼミナールを行うなど、教員が学生一人一人に関わりきめ細やかにサポートしています。これにより学生は自信をつけ、主体的に学ぶ力を身につけていきます。これまではビジネスか英語かということで、ありましたけれども、やはりビジネスを中心に学んだ上で英語力も身につけたいと、で英語を中心に学びながらビジネスを加えて学んでいきたい、まあ、こういうような、それぞれのやはり学生によってはニーズが違うと思いますので、自分自身の進路を考えて、その進路に応じて柔軟に学べるような専門科目の選択の仕方ができるような、そういう4つの科目群を整備しましたので、その中で自分が将来に合わせてどの科目群を中心に学んでいこうかというのを、入学後に自分自身の進路をしっかりと決めた上で学んでいけるということになります。本学では英語力、英語コミュニケーション力の向上を目指す英語特別プログラム EASONEs を開設しています。受講生は本プログラム用のハイレベルな英語の授業を2年間履修し、2年次終了時に TOEIC スコアで730点を目指します。もっと英語を話したい、将来英語を使って活躍したいと思う方にはおすすめです。授業を受けてみて、やっぱり日本語を喋らない環境で英語を学ぶっていうのは結構最初はこう緊張して、なんか内容が頭の中でぐちゃぐちゃになっちゃったりとか、授業についていくのがすごい必死だったんですけど、先生方のおかげですごい楽しい授業にも恵まれて、英語を少しずつ自分の中になんか落とし込めるようにもなりましたし、他の学校では学べないことを授業の中で取り入れてくださるので、すごい自分的にもなんか心の部分でもなんか成長させていただける場だなって感じています。本学では新入生全員に iPad を配布し、教室には電子黒板を設置するなど、双方向参加型の授業を積極的に展開しています。このようなアクティブラーニングの授業を通して情報化社会に対応できる力を養うことができます。アメリカ創価大学、オタゴ大学での海外研修プログラムを実施している創価女子短期大学、出発前から帰国後まで一貫したサポートを行っており、安心して多様な文化を体験できるチャンスが充実しています。言葉の壁っていうのがやっぱ授業中でも一番苦戦しました。授業中に結構難しい話題について話した時とかって、友達と話し合ってって言われるんですけど、
その時にちゃんと自分の意見がスラスラと言えるようになったっていうのがすごい生きてるなって思います。創価女子短期大学ではキャリアサポート体制が充実しています。 SPI 模擬テスト、内定者懇談会、模擬面接、就活フェスタなど就職支援イベントが盛りだくさん。就職先も多岐にわたり、学生一人一人が納得できる進路を主体的に切り開いています。また創価大学への推薦編入学制度を設けており、本学全体で毎年50名以上の学生が3年次編入を実現しています。他にも多くの大学から指定校推薦の案内が寄せられています。さらに授業とは別に、土曜日には資格試験対策に特化した13の無料講座を開講しています。短大の中でなんか就活をするにあたり就活塾っていうのがあるんですけれども、そこに入ると就活生はその就活に必要な情報とかイベントとかを開催してくれてるので、そのイベントに私も参加してスタッフの方に添削をしてもらったり、あとは短大の OG の先輩に見てもらったりとかすることで、やっぱり自分に自信もつきますし、不安だったことが解消されたので、すごい良かったなって思います。短大の同期の友人たちと一緒に模擬面接、面接練習を一緒にしたのが一番思い出に残っていて、本当に面接官役とその就活生役っていう風にローテーションでロールプレイでやっていくんですけど、やっぱり就活って自分と向き合っていくものだと思うんですけど、なんかその中で一人じゃなく、こう本当に短大の同期みんなで一緒に就活を乗り越えていこうっていう絆を感じれた短大ならではのそういう絆が本当に一番の思い出です。学問にとどまらず、白鳥祭やクラブ活動といった行事を通して、創価女子短期大学は豊かな人間性を持った知性と福徳豊かな女性を育てています。創価の学び屋で、創価女子短期大学の2年間であなた自身を変え、社会を変え、世界を変えていく無限の可能性を開いてみませんか。ご一緒に学べることを心からお待ちしています。また桜の咲く頃にどうか短大生としてお目にかかれれば、こんなに嬉しいことはありません。心から皆さんをお待ちしています。